1980年代の女子プロレス界で一時代を築いた、クラッシュギャルズの長与ちぐさ59が25日にマーベラスプロレスの公式 YouTube チャンネルで生配信を行い、19日から配信スタートされたネットフリックスドラマ、極悪女王のクランクイン日に見たリハーサル風景で涙が止まらなくなったことを明かした。写真あり、トータエリカ、最終形態です。10キロ増量で、 激変したプロレスラー体系を公開、極悪女王は、1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こしたダンプ松本の知られざる物語を書く反自伝ドラマ。ダンプ松本役は、お笑いタレントユリアン・レトリーバー、長与千草役は女優、唐田エリカ、ライオネス・アスカ役は女優、暴力あ芽が演じた。 今作で長代はプロレスラーを演じる女優たちへのプロレススーパーバイザーとして携わっていた。生配信内ではクランクインのエピソードを話し始めた。長代のクランクイン日にスタジオに入るとリハーサルが始まっていた。その時にリング上ではビューティーペアのジャッキー佐藤を演じる鴨志田姫夢、巻上田を演じる妹優が駆け巡る青春を歌っていた風景を見た瞬間に、 長代は小さい時に見た、ビューティーペアの記憶も蘇って涙が止まらなくなって動けなくなってしまったという。二人がそっくりすぎた、神様がいる、と思って、神様に見えたと涙ながらに回想した。もちろん今も大事に思っているけど、こうやって先人がいたから自分たちもいて、自分たちがいたから下の選手たちもいて、こうやって紡いでいく女子プロレスなんだと思ったと語った。 そしてあまりにもそっくりな、ビューティーペアの二人と話すことができなくなってしまったと明かした。本当はもっと話したかった。でも全てが先輩に見えてしまって、自分がダメで泣けて泣けて仕方。